はいはい、こんばんは。ようやく夜になりましてですね、外寒いです。でレストラン探したんですけど近くになくてですね、一軒大きいホテルに入って上に看板にレストランって書いてあるんで行ったらですね、夜はやってないと、ガクって感じです。結局もう今日はこのポテチね、それからナッツも買いましたけど、これ多分食べない。それでね、このねラグマンかなと思ったら単なる普通のね、なんかログマンに見えるじゃないですか。だけど普通のなんかね、こんなスープパスタみたいな、パスタじゃないな、これカップ麺だね。ちょっとね唐辛子効いてて辛いのが救いなんですけど、味はね、うん、薄いですね。やっぱ薄い方が今の私にはいいんですけどね。まあでも食欲出てきたんでまだいいかなと思ってます。あ、そうそう、ね、ビールがね、このねパルサーね、今日あの撮影であのなんだっけ、すいません、もうアルツハイマー進行しててディナモサマルカンドって出てこなかったんですけど、ディナモサマルカンドのスタジアムを奪って参加しましてですね、あのそこのそこから見えるパルサー、パルサー、ピルサーなんですけど、ビール屋さん、ビール工場があるんですよね。でそこのバックアップしているのが、今言ったディナモサマルカンド。あの今年はもうシーズン終わってるみたいで、ビリですね、13位ビリで終わってたみたいです。そのゴールド、悪くないですね。これはなんかこうやっぱりゴールブラウンエールとかね、ゴールドゴールデンエールみたいな感じなんですかね、なんかよくわかんないとね。これチェルシー市場でね2万5000円でなんとか買ったんですけど、その前のねあのなんでしょうね、交渉がうるさかったですね。2500円ぐらいの平気で売ってくるんで、2500円、もっとか、25万あの損みたいなものをバーンと出してきてですね、こんな価値があるんだとか、ね、そんな買わねえだろ。あの、タシケントで2万5000とかでね、いくつか見てきたんで、いや、お前そんな高いの買えねえよって言ったらですね、まあこれ出てきて、これはね、その樽に3年とかつけてなくても、まあまあいいですね。案外ね、サマルカンドで飲むなら、ワインじゃなくて多分、あのコニャックなんじゃないかなと思います。そんな感じで、まあこんなお酒僕飲むような今ね、体調じゃないんですけど、とか言いつつ、このパルサーはここまで飲んでました。ちょっともういいですね、ちょっと考えないといけないですね。肝臓をいたわりながら、あ、早く伸びちゃうんで食べます。ではさようなら。